サラム、どうもティムです。ということでね、今回はサムネタイトルにもある通り、ガチャ絶対引くなということについて話していきたいと思います。皆さんね、今ブルージムやガチャチケットあるけど、引くべきなのかわからない人多いと思います。ですが、この動画を見終われば、賢くガチャ素材を使えるようになるので、ぜひね、最後までご覧ください。ということで、早速結論から話していくんですが、今はガチャを引くべきではありません。しかしね、一部の人は今ね、ガチャを引いた方がいいので、それについては最後に話します。では、ガチャを引くべきではない一つ目の理由は、新キャラ投げが貫突しないとあまり強くないということですね。おそらく、プレイしている大半の人が無課金であったり、微課金で遊んでいる人が多いと思います。そういう人がね、なぎ聖四郎のガチャを聞いて、たとえね、なぎ当たったとしても、正直ね、貫突、最低限としてはレベル80までレベルを上げないと、あまりね、強くないので、このね、新キャラの新選手スペシャルピックアップガチャはね、引くべきではありません。そして、この新キャラなぎのガチャの開催期間が1月10日でね、終わってしまうんですよ。なので、おそらくね、1月11日に、新キャラがね、来る可能性が高いので、今はね、ブルージェムは貯めておいた方がいいのかなと思います。で、今のなぎのね、ガチャが終わると、このなぎね、獲得できないんじゃないのかなと思う人もいると思うんですけど、この新選手スペシャルピックアップガチャが開催期間が終われば、チケットでもね、獲得することができるらしいので、これね、なぎ欲しいっていう人もね、全然焦らなくても大丈夫です。で、このチケットね、なぜ残しておいた方がいいのかっていうことについては、やっぱりね、1月11日に来る、そのね、新キャラがめちゃめちゃね、強い可能性があるからです。そのね、1月11日の新キャラもね、おそらくこのチケットでもね、獲得できる可能性があるので、そういう意味でもね、ガチャチケットはまたね、取っといた方がいいのかなと思います。ちなみにね、入寮記念ガチャがあると思うんですけれども、そこではね、新キャラは排出されないので、入寮記念ガチャについては引いてもらって大丈夫です。で、1月ね、11日まで待たないといけないと思ってるんですけれども、他のね、ガチャの開催期間を見ると、選手ピックアップガチャは1月20日まで、三笘選手のピックアップガチャは2月28日ということで、全然ね、新キャラが来てからでも、このガチャをね、回せるんですよ。なので、新キャラとかの様子を見ながら、このね、選手ピックアップガチャを選ぶのか、新キャラガチャを引くのかっていうね、いろんなね、選択肢がまだね、あるので、今はね、使わずに、選択肢をね、どんどん増やしていった方がいいと思います。で、最後にガチャを引くべきではない理由としては、スペシャルサポートガチャがカミングスーンになっていることですね。このスペシャルサポートガチャ、いつ来るのかはわからないんですけれども、いつ来てもおかしくないというところで、このね、スペシャルサポートガチャも非常にね、強力なサポートカードとなっているので、これね、ガチャが開催された時にブルージェムがなかったらね、もう本当にめちゃめちゃもったいないと思うので、そういったこともね、踏まえて、今はね、ブルージェムであったりね、ガチャチケットはね、残しておいた方がいいと思います。で、ここからね、回してもいい人については、まずはね、ナギを貫突させたい人であったり、ナギがね、めちゃめちゃ好きで、ナギ欲しいと思っている人ですね。ナギはね、レベル80までにするまでは、そこまで強くないんですけれども、レベル80にすれば、もう本当にめちゃくちゃ強いキャラクターになるので、そういった意味でも、貫突とかレベル80にさせたいって思っている人は、新キャラのね、ナギを引いてもらっても大丈夫です。また、ナギが好きな人、そういう人もね、モチベーションを上げるためにも、ナギ聖四郎ね、絶対引くべきです。もう一つのね、回してもいい人が、チケットガチャなんですけれども、なぎ聖四郎はもう絶対にいらんけど、その他の星3選手はめちゃくちゃ欲しいっていう人は、今ね、引いておいてもいいと思います。なぜなら、もう勘の鋭い人はね、もう気づいてるかもしれないんですけど、わざわざなぎのガチャのね、開催期間が終わって、チケットでもね、排出されるようになってから、チケットを引いてね、そこで星3キャラのなぎが当たった場合、そのね、星3キャラは、ほんまやったら、違う星3キャラクターになっていたのに、っていうね、場合が起こるので、なぎ聖四郎は絶対にいらんけど、他のね、星3選手はめちゃめちゃ欲しいという人は、今ね、チケットガチャ引いてもいいと思います。ですけど、リスクもあって、やっぱりね、1月11日に新キャラ、その新キャラがめちゃめちゃ強かった際、このキャラクターが一番欲しいってなった時に、チケットガチャはもう全部使ってて、この開催期間終わって、チケットが排出された時に、獲得できるね、チケットがないっていう場合もありますので、チケットに関してはね、自分の考えの通りに使って大丈夫だと思います。ブルージェムに関してはね、もう本当に貯めておいた方が僕はね、いいと思います。ということでね、今回はガチャをね、絶対に回すなっていうね、ことについて話してきました。もしかしたら今絶対にガチャチケットは引くべきみたいなね、ことがありましたら、ぜひね、コメントで教えてもらえると嬉しいです。
これからもね、ブルーロック PWC について動画を上げていきますので、ぜひね、チャンネル登録して見逃さないようにしてもらえると嬉しいです。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。サラーム。